こんにちは、ビューティーアドバイザーの佐藤智美です。本日は年齢を重ねても美しく保つスキンケアの方法っていうお話をさせていただきますので、最後までぜひご覧くださいませ。実際に私は店頭でいろいろなご相談を受けます。それと今までですね、30年ほどお客様のお悩みにお電話でお答えをするビューティーアドバイザーのカウンセリングのお仕事をずっとしてきているので、25万件30万件ぐらいのお客様とのお電話のやり取りっていうのを実際にしてきたんですよね。その中ですごく多いなっていうふうに感じるのが、シミシワなどのご相談から目の下のたるみとか、ほうれい線とか、鏡見た時にびっくりするぐらいなんかシミが増えてきてとか、50代ぐらいの方で気づかれた時には首にシワとかね、縦に引っ張った時によくわかるシワとかがやっぱりすごく多いんですよね。なので今日はですね、そういったことに実際にお答えをしてきている内容や、私が実際にしているスキンケアのお話をさせていただきたいというふうに思っておりますので、お肌に悩んでいる方、スキンケア難民になっていらっしゃる方、いつまでも羨ましがられるようなお肌でいたい方、ぜひ最後までご視聴くださいませ。お得なキャンペーンのお知らせです。ボスコソープお一つ2200円をお二つ4400円でご注文いただきますと、なんと今でしたらボスコソープお一つがプレゼントになります。なので3つで4400円で本日より3日間お届けさせていただきますので、お電話の方お待ち申し上げております。よろしくお願いいたします。本日はですね、40代50代の方にスタートしていただきたいなっていうことを含めてお話をさせていただきたいんですけど、よくですねカウンセリングをするときにですね、60代70代、特に70代以降の方って、もう私いいのって、この年になってもそんなね、いろいろとそんな面倒でできないとかいう方いらっしゃるんですよね。だけどお悩みはこのシミが消えたらなっていうことなんです。40代50代の時に面倒がらずにどれだけね、基本的なスキンケアをしっかりするのかっていうことで、その差っていうのが歴然と出てくるんですよ。年齢と比例して広がっていくみたいな。広がってきますね。例えば60代になった時、70代になった時に、一番基本のスキンケアの土台のところをしっかりしてるかしてないかで、60代には見えない若々しさを保っていらっしゃる方と、60代なのに70代80代の方のようにですね、シワが目立ってきてしまって年齢的に上に見られる方、80代になってもツルツルでピカピカの方もいらっしゃいます。なので、元々の肌質やん、そんなんとかいうお声も伺います。私はこれは遺伝やねんっていう方もいらっしゃいますしね。いろいろあるんですけど、ただ、お肌っていうのは、自分が子供の時ですね、想像していただくと、シワがすごくあったのか、そうではないと思うんですよ。そこのところの知識を正しく持っていただいて、スキンケアをしていただくと、60代、70代、差がすっごくつきますので、そういったところをお話しさせていただきたいというふうに思っています。諦める必要は何にもないです。実際に店長いろんなお話聞いてきてアドバイスして、店長自身もされてると思うんですけど、どういったことアドバイスされてるか教えてもらっていいですか。まずですね、シミシワ、日焼けの跡が戻らないとか、いろんなご相談を伺った時に一番最初に私はお伺いするのが、クレンジング、お化粧落としなどをどうされてますかっていうことなんですよね。お化粧落としを伺った時によくあるのが、私ファンデーション全然つけてないね、コロナでもうマスクするようになって、もうマスク今もうずっとしてるから、ファンデーションつけてないしノーメイクなのっていう方いらっしゃるんですけど、じゃあ日焼け止めもつけていらっしゃらないんですよねって伺うと、ファンデーションつけへんようになったから日焼け止めはつけてるよっておっしゃるんですね。じゃあ日焼け止めをどのように落とされてるんですかっていうふうに伺うと、日焼け止めやからな、別にファンデーションちゃうから簡単にさーっと洗顔してるだけやねんっていう方多いです。これね、ブーなんですよ。日焼け止めってよくテレビコマーシャルでも8時間紫外線をブロックとか、私絶対焼けないお肌を守るとか、紫外線が降りてきて上へ上がる部位のね矢印っていう風にコマーシャルをね見られることっていうのが、特に4月5月あたりから多くなってくると思うんです。それが落とせてますかっていうことなんです。それは何だったらファンデーションより落ちにくいです。だから正しくね落としていただかない
ないと肌の上に一日中サランラップを巻いて皮膚って呼吸してるのにそれを窒息させてるようなもんなんですよね。そうすると何が起こるかっていうことなんですけど、だん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 ホコリがついたりとか紫外線に当たったりとかしたものっていうのが汚れとして排泄されなくなって循環できなくなってくるんです。どん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 それが蓄積されていってで、メラニン色素っていう黒い色素になって肌の奥の方に根っこを張っちゃうんですよ。このメラニンっていうのは集まって固まっちゃう性質があるので、そうすると大きなシミになって上に出た時には目立つシミ、大きなシミになって落とせなくなっちゃうんですね。ここで気をつけていただきたいのが、クレンジングでくるくるくるってやってすすいで、あとクリーム洗顔でクチュクチュっと泡立てて洗うとかして落としてしまうと、お肌の水分と皮脂のバランスを崩してしまうことになってしまうんですね。一番いいのはメイクも落とせるしっかりとしたいい石鹸を使っていただきたいということなんです。実際に、まあ、薬局とか行ってもいろんなものありますし、 CM 見てもいろんなものありますし、どれを選べばいいかって女性の方は特に悩んでると思うんですけど、何を選んだらいいんですか、ね、基本は固形の石鹸です。なぜ石鹸がいいかっていうふうに言うと、よくね皆さんが使っていらっしゃるチューブの洗顔料とかですね、もともとピュッピュッと押したら泡出てくるね、泡立ていらんねんとかね、めっちゃ楽ですよっていう洗顔料っていうのは、テレビのコマーシャルなんかでよく聞く弱酸性、ね、なんとかの弱酸性とかあるじゃないですか。ありますあります。なんとかのなんとかみたいな、ほぼそれなんでもうこれ以上はあるんですよ。弱酸性の洗顔料っていうのは古い角質とかメイク汚れとか落とせないんですよ。お肌と同じpHで汚れって取れないんですよね。取れないからくる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 擦る頻度が多くなる。そうなるとお肌の上が摩擦されて肌荒れの原因になったり乾燥したりっていう悪循環で、汚れは残って代謝も悪くなる、くすんでくる、乾燥する、シワになる、完全悪循環です。悪循環なんです。弱酸性って優しいように聞こえるんですけど、汚れを落とすことはできないんですね。そうなんですね。たださっき申し上げた石鹸っていうのは、まず泡立てて石鹸で洗っていただくと肌は弱アルカリになります。弱アルカリ性の状態だと肌は本来は弱酸性なんで、頑張って自分で弱酸性に戻そうってするんですね、はい、これってちょっと難しいですけど、アルカリ中和のっていうんです。アルカリを中和させて弱酸性に戻す力だから、お肌が擦り傷ができた時にかさぶたが取れて新しい肌が上に上がってくるっていう、こういう状態を洗顔石鹸で洗っていただいた後は作ってくれてるんですね。どん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 自分で再生するっていう力が肌についてくるので、自ら潤った細胞が上に上がりやすくなってくる。メラニン色素とかもどん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 循環が良くなって溜まりにくくなってくるので、シミが作りにくくなっていくんです。なるほど。これがお肌の仕組みなんですね。その循環を作れたらもう自然と綺麗なお肌とか、基本はそうなんです。例えばですね、子供さんのお肌ってシミがなかなかできないじゃないですか。確かにそうですね。お若い方もまだまだ新陳代謝がすごくいいのでシミになりにくい。だから子供さんってもう毎日脱皮してるみたいなもんで皮がねこうめくれていって綺麗な状態がずっとこう続いていって、もうプリーンとした美しい肌でいれるんですけど、逆に成長が止まってしまった大人になると新陳代謝っていうリズムが遅くなっていくんです、だからそこへ持ってきて上にいらないものが蓄積されている状態っていうのは老化していくしかないんですね。肌が生まれ変わろうとしても止められてますもんね。そう、この汚れを取らないとそもそも肌呼吸させられないから老化するしかないよねっていう感じですか。素晴らしい、ありがとうございますということで、石鹸で洗顔をしていただくことはその状態を自然に作っていくことができるということになるんですよ。チューブ型の洗剤ではそれはできないものがある。多いですね。あ、多いっていうことですね、はい、中には探したらあるかもしれないみたいな。まあほとんどないと思いますけど。あ、そうなんですね、あと一つ最後にですね、固形石鹸を見つけてくださった、じゃあ今日から固形石鹸を使おうというふうに思われた時の泡立てだけは気をつけていただきたいんですよ。泡立てに関してはこちらの動画から詳しくご説明をさせていただいておりますので、ぜひご参考にご覧になってくださいませ。では若々しく保っていただきたいということで、正しい洗顔の方法と洗顔は何を使っていただいたら一番いいのかっていうお話をさせていただきました。でもこれで終わっているといけないんですね。肌から失われるのは一番何が失われるでしょうか。
肌から一番失われるものっていうのは水分なんですね。水分って常に24時間失われていってるんですよ。例えばこういうお話聞かれたことないですか？睡眠中にコップ一杯のお水は汗として流れてなくっても出ていってますよとか。よく言いますよね。ね、私よくお話例えで言うんですけど、電車の中とかね、温泉行ってお車の中とか窓にもたれたりすると白く煙ったり。冬の電車とか多いですね。そう外の温度と自分たちの体温とかそういったところでもやーっとなるんですけど、自然に出てくるもので濡れたりとかですね、そういったのがあったりします。だからどんどん皮膚呼吸して出ていっているんですよね。水分はどんどん失われていくけれども、じゃあ喉が渇いたらお水飲みますよね。お肌って今乾いたっていう時は砂漠状態なんです。例えば喉がむっくるっくるで水が欲しいっていう状態っていうのは熱中症になってしまったりとか、水分不足っていうことで体が疲労感が増してしまったりとか、水分不足っていうのもすごく怖いんですよね。なので肌が乾燥してるとか、粉吹いたわとか、ちょっと突っ張ってきたわって思う時って、喉がカラカラに乾いてどうしようっていう状態と同じ、それ以上かも分かりません。洗顔で汚れをしっかりと落としていただいた、あとはすごく大切なのは水分を入れてあげるっていうことなんです。このお水っていうのも化粧水で、例えばですね、今すごくしっとりとしたねっとりとしたお化粧水もあります。押さえるともう1回目つけた時からペチャペチャとひっつくようなですね、化粧水もあるんですけど、これ危険なんですね。ダメですよ、1回つけたらつけた気になるからです。潤ってるような感じがするんですけど、本当はね、一番いいのはスッと入っていってくれる感覚のある、お肌にすごくいい成分の入った化粧水なんですね。化粧水がなぜペタペタって言ったら上に乗っかってる感じがして、1回で終わると中に入っていってる水分量が分かりづらいでしょ。だけどスッとこう馴染んでくれるお化粧水っていうのは、かけて抑えます、またかけてゆっくり抑えます。そしたら 2,3 回するとね、すっごいもちっとしとっとしてくるんですよ。これがすごく乾燥してる日は、いつもだったら 2,3 回ですごくひっついてくるぐらいしっとりひんやりするのに、4回やっても5回やっても同じお化粧水なのに全然乾燥してるんですけどっていう時は、お肌が喉が渇いてる状態みたいになってるということなんです。私毎日2回はお化粧水つけてるのではなくて、しっとりむっちりしてくるまでまずは手で優しく包み込んでチェックしていただく、これをしっかりなさっていただくことで、皮脂っていうものが肌にはありますので、水分と皮脂が上手に混ざり合って天然の皮脂膜っていうバリアを作ってくれます。天然の皮脂膜っていうバリアが外に水分も逃さないし、外からの紫外線とかホコリとかからも肌を守ってくれるという、天然のクリームと言われるものになるんですよね。それを上手に作るには、失われていっている水分をたっぷりと補水してあげるということがまず第1ステップです。あとはそこからは肌の状態に応じて保湿をしていくということになるんですけど、化粧水をまずどれぐらいしっかりと入れ込むかで、次のステップが本当は必要ない方もいらっしゃいます。どうしても必要な方も中にはいらっしゃいますけど、そこの見極めがしっとりしたものでごまかされてしまって、潤いが足りてないのにつけた気になって、奥はシワの状態になっていて、蓄積されて水分不足から中が硬くなって弾力がなくなってシワになるっていうことがありますので、水分はたっぷり入れるように心がけてみてください。化粧水のじゃあ使い方の動画などをまた発信させていただきますので、それはお楽しみになさってください。今日は綺麗なお肌を保つためのお話をさせていただきました。いつまでも若々しく、そして輝いて過ごしたいなっていう風に思われる方は、ぜひお試しになってみていただいてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったわって思っていただきましたら、いいねの方もチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。とっても嬉しいキャンペーンのお知らせです。天然成分だけで作ったメイクも落とせる石鹸、お一つ2200円をお二つ4400円でお求めいただきますと、なんとお一つプレゼントでお届けをさせていただきます。本日より3日間限定でさせていただいておりますので、ぜひお早めにご連絡ください。お電話お待ちしております。